皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はマイクさんのハイヤーセルフからの2023年最初のメッセージをご紹介します。マイク・クインシーからのメッセージ。皆さん、心休まる楽しい休暇を過ごされたでしょうか。多くの人がより平和で充実した新年を望んでいることと思います。ウクライナ戦争拡大の脅威が私たちを覆っていますが、私たちより大きな力もすぐに解決策を見出すことができるような方法でそれを導こうとしています。この戦争が終結すれば地球は恒久的な平和になるはずです。私の理解では、私たちはより落ち着いた結果と平和的な結末をもたらす新しい時間軸に移行しているようです。そのことに集中することでそれが実現するのを促し、戦争がエスカレートしてより悪いシナリオを引き起こす可能性を減らすことができるのです。1996年8月11日に84歳で亡くなったブルガリア人のババ・バンガは、盲目の神秘主義者であり投資能力者で、彼女の予言は 85% 的中するという驚くべき記録を持っていました。このような時代に人々は未来がどうなるのか確かな指標を求め、多くの人が彼女の予言の中から直近の未来を引用しています。彼女は死者とコンタクトを取り、千年の平和の到来を予言しました。また200年後に地球外生命体との正式なコンタクトがあることも予言しています。皆さん良いお年をお迎えください。2023年1月6日のメッセージ。世界の平和を脅かすような戦争的行為の悪い時代への回帰を経験した後、世界全体が平和な結末への希望と願いを持って新年を迎えていることを嬉しく思っています。結果がどうなるかわからないというのはあなたにとって辛いことです。今のところ主要な国々はサーベルを振りかざしていますが、世界大戦につながるようなエスカレーションを起こすことは控えているようです。私たちは直接の干渉をせずに、私たちの影響力が平和的解決を可能にすることを願いながら、許される限り行動しています。新年のお祝いの中で平和への祈りと願いが込められた工事のエネルギーは、あなたの未来と人類全体への希望と愛とともに新たな年を迎える助けとなりました。あなたの周りの人々が平和のための戦いに巻き込まれようとしているとき、冷静さを保つようにしてください。たとえ少数の人が集まってポジティブな愛のエネルギーを送るときでも、あなたの想像をはるかに超える大きな効果があることを確信してください。高いレベルではあなたが争いに勝っているのですから、それが少しずつネガティブなものを克服しながら下に浸透していくのです。あなたの小さな努力の積み重ねが、やがてあなたが求める平和と調和を実現する助けとなります。地球の状況はあなたが求める未来とはかけ離れているように見えますが、困難があっても最終的にはあなたの運命として勝利し、転生するたびにあなたの真の知識のレベルを拡大するよう努力することになりますので安心してください。引き寄せの法則はエネルギーがポジティブかネガティブかを見分ける方法がなく、単にあなたの考えや祈りに応えるだけであることを理解してください。ですからネガティブな理由ではなく、人類への愛を通してエネルギーを与えることが非常に重要です。人々がイライラしたり怒り出した時に起こるネガティブな側面を助長することなく、そのような事柄について話し合うことは可能です。闇のものはネガティブなエネルギーを糧にしているので戦争を促します。幸いなことに絶え間ない紛争や自分たちの幸福を軽視することに疲れた人々の間には、変化を求めるエネルギーがあり、彼らは平和に焦点を当てた指導者の交代を要求し始めています。残念ながら戦争行為を好む暴君やその関係者は権力を手放すことを嫌悪していますが、
いずれは民衆によって追い出されることになるでしょう。政治が支配的で各政党の教義に従ってコントロールされている状態では、国を運営することがいかに難しいか一般的な経験からお分かりいただけると思います。たとえ完全にコントロールできるリーダーが選ばれたとしても、何らかの形で偏りのない、公平で誠実な政策が保障されるわけではありません。金銭が支配的な要素であり、そうでなければ与えられないような行為を買うことができるようです。正直で公正な取引が当たり前のレベルに達するには、解決しなければならないことがたくさんあります。より公平な社会を作るためにはどうすればいいのか、それが全ての皆さんに問われています。世界は代表として任命された人々の真のニーズを認識する、真のリーダーシップを渇望しています。皆さんの中にはより公平な世界を確立するために、何が必要かを理解している賢明な方がたくさんいます。しかしながら多くの人が、自己への奉仕を好むため、国を代表する者として任命される際には優遇されないのです。時間が経てば変わるでしょうが、まずは問題を整理して、一部の優遇された人たちではなく、すべての人たちを助ける解決策を提供する明確な道筋を作る必要があります。あなたの世界は今多くの億万長者を抱えていて、彼らは間違いなくそれを自分の努力の賜物だと主張するでしょう。それはいいのですが、お金は人々の向上のために使われるべきですから、独り占めすることが世界全体のためになっているでしょうか。もちろん一部の大富豪はその富を人々のために使っていますが、人間がより公平な社会で再び立ち上がるためには、より多くのことがなされなければなりません。私たちのこの観察が彼らが人々のニーズを満たすために、もっと参加するよう人々を鼓舞することを期待しています。やはり彼らは社会の中心勢力であり、経験によって提供できることがたくさんあるのです。問題をどのように解決するかは自分自身の学びでもあります。もし私たちが皆さんのためにほとんどのことをしたら、それはあなたにとって有益ではないでしょう。実際はその逆で、あなた自身が解決策を見出すよう私たちはあらゆる面で後押ししています。静かなひとときには、私たちはあなたのところに来て、あなたが賢明な判断を下すのに役立つ考えやアイデアを伝えることができます。より敏感になっている場合、私たちがあなたの周りにいるのを感じることがあるかもしれませんが、それは気のせいではありません。眠っている時のように体から離れた状態ではより直接的な接触が行われますが、それを覚えている人はほとんどいません。しかしそれでも、あなたはそのコンタクトから何か問題を克服するための助けを得たり、一般的な助けやアドバイスを求めたりしたことがあるはずです。愛と祝福を込めて皆さんとお別れします。光があなたの日々と完成への道を明るく照らしてくれますように。このメッセージは私のハイヤーセルフ、私の内なる神を通して届けられています。すべての魂は神と同じつながりを持っています。愛と光の中で。いかがでしょうか。大切だと思っていたものを失ったとき、実はそれは全く大切なものではなかった。むしろ失ったことで本当に大切なものが見えてくるということがあるものです。新たな世界を想像しましょう。こちらで配信できないお話や、審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画、気に入っていただけたらチャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。